開発系のコンサルタントってどんな人種かっていうと、はい、ネバーギブアップの連中なんですよ。なるほど。普通考えるとお金もない、物もない、人もいない、もうどうにもできひんやんって言って、じゃあ無理って言って諦めると、もうそこにいる人たちをみんな見捨てることになるんですよ。はい、それは絶対できないから、なんとか考えるんですよ。はい、だからそのマインドのある開発系のコンサルタントの人と一緒にいると面白いですよ。ね、まあ、例えば困ってる人がいます。貧困があって、うん、学校に行けない。お金がポンとあったら学校に行けました。でもそのお金がなくなってしまった原因っていうのがあるわけで、その原因を解決しないとまた貧困に戻るんですよ。それはもしかしたらこの人たちのマインドなのかもしれない、もしかしたらこの人たちを囲っている環境なのかもしれない、あるいは先進国側が途上国に対する接し方が悪いからこの人たちが貧困になるかもしれない。そうなるとその原因に対して僕らはアタックしないと、そのお金だけポンと放り込んで、じゃあこれで貧困は解決ですとはならないんですね。で、共に探るっていうことがやっぱり大事ですね。だから一緒に探る。はい。だから途上国の現状がわからないうちって国際協力なかなかできないんですよ。僕、青年海外協力隊で3年いましたけど、現地の連中と同じ目線で、ほんまに友達になって、分かったって思えるようになるのに1年かかりました。1年ぐらい一緒に同じ飯食って同じことやってると、なんでこいつが遅れるのかとかですね、なんでこいつは嘘をついたのか分かるんですね、うん、いやそりゃ嘘もつくやろと。でそこが分かった時点で、じゃあどうしたらいいんかなっていうのは一緒にそこからなんですよね、うん。まあ、僕自分自身が国際協力の世界で仕事をしていましたし、国際会議を実際にハンドリングするような立場で仕事してきましたけども、なかなか最後まで意見を言わない、あるいは尋ねられても意見を言えないっていう日本人はやっぱり多くて、学生を例えば海外に連れて行くと、向こうの学生たちっていうのはもう日本のこと知りたいので、いろんな質問をしてくるけども、それに対して、いやよくわからないしと、その議論になかなかならない。何かこうちゃんと正解を言わないと、間違えてたら恥ずかしいとか、間違えてたらいけないみたいなところがあってですね、海外の学生たちって平気で言うんですよ。で、間違えたら間違えてて、あ、そうか、じゃあ僕は間違えたのかなって済むんですけど、日本の学生ってそうじゃないでしょ。なんか間違えたら恥ずかしいみたいな感じで意見を求めると言えない。で、それではやっぱり今グローバルって言われてますけど、やっぱ世界に出ていくときに、これまで通りの日本人でいいのかと、本当にもう間違えたらいいんですよね、はっきり言って。間違ってこう試行錯誤を繰り返して成長していくものなんだっていうことを、やっぱ大人がそれを、まあ、勇気を持って、はい、いいんだよと、間違っていいんだよっていうふうに促してあげなければならない。だから、まあ、日本の社会で私たちがちょっとし損ねてきたことなのかなと思ったりもします。感覚フォーラムって、はい、あの時にすごく心に残ってる言葉があって、世の中で何かやってやろうっていうよりも、世の中に求められる人になれって言った。グローバル人材っていう言葉が出た時にね、うん、世界でバリバリ活躍する人みたいな、そういう解釈をして、それは僕はすごく積極的でいいことで応援してあげたいと思うんですけど、他方でね、結構途上国とかでそういうのって迷惑なんですよね。求められる人になりなさいと、あの人に来てほしいと、あの人と一緒に仕事をしたいと、そう言われる人材を目指しなさいと。それを聞いた時に、本当に私たちの学校が大事にしてきていることとすごく重なるなと思ったんです。で、私たちは生徒が、まあ、高校3年生になったら校長面談するんでしょ。15分ずつぐらいもう全員にするんですけど、その時に、あ、なんかノートルダムの教育をやっててよかったなって思う瞬間がある。それは何かって言ったらね、私同じように言うんですよ。私は活躍するというよりかは誰かの役に立ちたい、そんな人間になりたいんですって。で、私それこそがノートルダムが求めるこのグローバルな人間の像と思ってます。私たちはキリスト教の世界ではね、例えばその誰かのために祈ることができたりするんですよ。そういう意味では
本当に命のある限り誰かのために生きるっていうことがすごく大切なことであるということをね。これまで知識偏重って言われてたのはね、その AI とかも出現するから、もうこれまでの知識重視じゃないんだとかっていう、じゃあ次は何なんだとか考えることなんだとか、そのいろんなことを言いますよね。で、まあ確かにそうなんですけど、じゃあその常に最新の知識を追い求めるのかという時に、今年最新の知識学んだらそれ卒業する時にも最新なんですかと。でそうするとそういう話をすると、じゃあ学び方ですねっていう話になるんですね。で確かに学び方どんどん通っていくと最後にどこに到達するのかっていうと、やっぱ最後はですね、いかに生きるのかっていうところにたどり着くと思うんですね。だから結局ノートルダムさんが人の役に立つように自分は学ぶんだ、そういうふうに生きるんだっていうところにたどり着くのと同じで、大学もですね、人生100年時代の時に今社会に出る前のまさに子供から大人に脱皮しようというその時に最も大事なことは何かっていうと、自分がいかに生きるのかという哲学始めみたいなものをやっぱり自分でやっていく必要があるんですよ。で初めてそこで自分はこう生きていこう、だから世の中の役に立つ人として生きていこう、そのために学ぼう、そこのベースがないものがなんぼ知識とか学び方とかっていうことを学んだところでどの方向に行くんですかっていうことになりますよね。先生、今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。特に一泊二日のすごいお疲れと合宿の後で、でもなんか良い疲れですね、これ。はい、まあ心地よい疲れっていうんでしょうか。そうですね。本当にありがとうございました。ありがとうございました。